ミュンヘンオリンピア・スタディオンはドイツのバイエルン州、ミュンヘンにある陸上競技場。世界でも数少ない夏季オリンピックのメインスタジアムとワールドカップ決勝戦を両方経験したスタジアムである。建築家、ギュンター・ベーニッシュと構造家フライ、オットーの設計。百七十一年、百七十二年に開催されたミュンヘンオリンピックの開催を記念しての メインスタジアムとして会場し陸上競技と開け、閉会式を開いた。1974年には西ドイツ W 杯の会場となったほか、サッカーブンデスリーがバイエルミュンヘン、1860ミュンヘンのホームスタジアムとして長年使用され、ヨーロッパチャンピオンを決定する試合も数多く開催されてきた。しかし陸上競技場であること、バックスタンドに 屋根がかかっていないこと、スタンドの傾斜が緩いことなどからサッカー観戦には不向きであると言われていた。クモの巣のような屋根がかかっており、ベドウィンのテントという異名をとる。2005年に2006年、ドイツ W 杯の会場として、アリアンツアレーナが完成したため、2006年、ドイツ W 杯会場とバイエルンミュンヘン、1860、ミュンヘンのホームグラウンドの座を明け渡した。 収容人員は69,250人。また、サッカー以外にもコンサートの開催をはじめ、陸上競技会、レッドブル、クラッシュドアイス、DTM の非公式レース、2006年大晦日には、ツールドスキーも開催された。オリンピア・スタディオンのパノラマ画像 AB 打点。ありがとうございます。